はい、皆さんどうもこんにちは、サトルと申します。今回紹介していきたいのはこちらのチップ、サモンブラックですね。威力にご注目、260ということでね、メガクラスチップをしのぐほどの威力を持っております。さあ、さらにこれを心バグ2倍で打つことができればギガクラスチップ並みの効果力を叩き出します。今回はサモンブラックと穴を出すという特性上相性のいいカモンスネークを合わせたサモン&カモン構築で潜っていきたいと思います。それでは対戦の方どうぞ。はい、それではリプレイの方を見ていきましょう。サモンブラックとカモンスネークにはとある共通点があります。それは穴がないと召喚できないことなんですね。なので、私フォルダやナビカス改造カードで穴を開ける手段というのを多数用意してきました。それではね、この戦いというのをね、見て、サモンブラック、カモンスネークの強さを感じ取っていただきたい。さあ、お相手さんエリアスチールに対して、インビジブルをチェーンしてきました。これはやってしまったのか、もしくはこちらを油断させるための策略か。こちらを油断させるための罠でした。ということでブラストマン SP が発動しました。あまりの出来事に対してね、こちら代わり身をセットでできませんでした。しかもさらにバグ修正を発動してきました。これはね、お相手さん盤石ですよと。自分は万全の準備ができている、だからこその余裕だったのかもしれません。1ターン目にバグ修正を、引くことに成功した修正バスター。片やこちらはあまり手札が整っていないか、どうするということですが、アンインストールを打ててないのでデスマッチがねあまり強く動かせないターンになってきます。だがチップを回していかなければならない。なのでジャッジマンも選んでいきました。ということで次のターンです。さあ、サモンスラック3を2倍で当てることに成功すれば520ダメージということでね、ぜひとも代わり身を解除して当てていきたいですね。さあ、どうするぞ、どうする、ということで発動してきました。サモンスラックスタンダードチップとは思えない火力、520ダメージを叩き出しました。そしてここジャッジマンをわざと外します。そしてお相手さんグランドマン SP をここわざと落としましたね。これはね、キツネのバカ試合といったやつです。そうですね、お互いを油断させようとしている。さあ、ということで次のターンです。こちら2ターン目にわざとジャッジマンを外したことによってお相手氏の心の隙に油断が生じているでしょう。その油断に乗じてアンインストールを当てて、さらにデスマッチからのカモンスネークコンボを決めていく。これができれば一気に形勢が逆転できる。ただし相手天狗クロスになりました。読んでいたのか。ということでマシンガンアンインストールの名刺交換ということでね、お相手さん天狗クロスになっているのでね、一歩格上かもしれません。この流れを読んでいた、ただものではないのかもしれない。こちらデスマッチで相手の行動を封じることが不可能になってしまう。ということ、逆にこちらね、足を奪われたので、さらにデスマッチによって不利になることすら考えられる。ただしデスマッチをもうするしかないといったターンでございます。さあ、ここで怒り状態、カモンスネーク2倍が飛び出します。さあ、500ダメージを与えていく。さあ、さらにお相手氏の、ショートインビジブルをなって、さらにパネルスチールで相手をまひらせてからのカモンスレック2回目ということで、さらに240ダメージを叩き出しました。ということで次のターンです。かなりのダメージを叩き出すことに成功しました。ただしこちらはエアシューズがもうアンインストールされている。なのでチャイトバッジでエアシューズをね再度付与していこうという作戦であります。さあ、やはりねこちらね、キツネのバカ試合、高度な情報戦でございました。ということでインビジブルを発動ということで、このお相手さんかなりのやり手だぞということでね、やっていっております。さあ、こちらパネルスチールを発動していきます。ただし HP は有利を取っているということで、こちらはね、お相手氏の策略にはまらないように慎重に確実に行動していかなければならないということでね、バリアを解除していきたいんですが、これね、コード W ですね。マグナムといい、200バリアといい。さあ、ダブルビーストが来ることは読んでいたということで、ここで代わり身を発動です。そうですね、こういったね、読みもね、非常に重要になってきます。こちらね、高度な情報戦。元より、こちらはね、油断などね、一瞬もしておりません。ということで、エレメントマンを発動ということで、200ダメージを叩き出します。さあ、お互いがお互いを出し抜こうとしているということで、次のターンでございます。こちらは2倍サモンブラックを狙っていきたいか、狙っていくかということで、まずは防御系チップで相手の攻撃をいなしながら、そうですね、カモンスネークかな。カモンスネークを、
ごめんなさい、サーモンブラックですね。サーモンブラックを発動していきたい所存であります。さあバグデスサンダーを発動。なるほど、といったことでしょう。こちらの足を奪ってバグデスサンダー戦法でしょうか。ただしエリアはこちらが有利に傾いているということでね、溜め打ちパネルスチールが生きてますね。さあお相手さん、わざと代わり身に当たって天狗クロスを解除してきましたということでね、ジャッジマンを発動しますが、これエリア戻されてしまいますね。なるほど、これは痛いが、そうですね、カモンブラックさんフルシンクロで発動しようと思いましたが間に合いませんでした。ただし260ダメージ、これは痛いぞということでね、スタンダードチップでこの火力でございます。260ダメージ、あまりにも強いぞということでね、こちらね、そうですね、修正バスターの、一撃にはまることがないように慎重に列をずらしてい、っております。さあスラッシュクラックシュートで、穴を開けることも忘れずに、といったところで次のターンですね。さあ2度目のデスマッチのお時間といきましょうか。お相手氏まだサイトバッジでエアシューズを付与していないんですね。これデスマッチすることに成功できれば一方的に心バグ2倍、狙っていくことができるんじゃないかということなんですが、お相手氏ドリームオーラを持ってましたね。なるほど、ということで、サモンブラックによってまずは、ドリームオーラを解除していきますということで解除ということで、お相手さんも、丸腰の、580ということでね。さあエリアスチール、怒涛のエリアスチール、さあさらにエリアスチールということで、お相手さん動くことができない。ここじゃ心バグ2倍を狙っている。2倍早く来い、2倍ということで2倍が来ました。よくは怒り状態によってサモンブラック400ダメージ、スタンダードチップとは思えない火力ですね。ということでね、お相手さんも体力260です。さあサモンブラックで1000以上ダメージを与えております。サモンブラックで1000、カモンスネークで800ダメージほど叩き出しております。さああまりのスタンダードチップの応酬にお相手さん困惑しているかもしれません。ということで次のターンでございます。ダブルビーストを引けているということで、キラーマンからのダブルビーストで、仕留められる、戦いではございましょう。さあ先出しキラーマンを発動したかったですが、お相手さんのインビジブルの方が早かったということでね、インビジブルが後に発動してしまいます。こうなってくるとお相手さんのインビジブル状態の解除を待たなければならないというところにメテオナックルを畳みかけてきます。これは待ちのターンですね。さあお相手さんの無敵状態の解除を待たなければならない。こちらダブルビーストを当てる準備をしている。気を伺っている、気を伺っている、ここだということでダブルビーストが発動します。この体力であればアンダーシャツを貫通して、お渡さんを仕留め切ることが可能になります。こちら待っておりましたダブルビーストです。ということで対戦ありがとうございました。そうですね、カモンスネーク、サモンブラックね、二つのスタンダードチップの、華麗なるコラボレーションによってお相手さんの体力を、削ってからのダブルビーストということでね、綺麗に決まったのではないでしょうか。さあサモンブラックとカモンスネーク、どちらも発動条件こそあるものの、その条件さえ満たしてしまえば、スタンダードチップとは思えないほどの火力を叩き出します。ということで、2戦目の方を見ていきましょう。構築の方は変えず潜っていってもらいます。さあということでお相手さんグランドマンを発動してきましたね。ということで180ダメージ食らうかと思いきや、これ無敵状態ですかね。ということでダメージを食らうことがありませんでした。ということでね、お相手さん変わり身を使ってきましたね。さらにインビジブルということでね、守りは盤石ということでございましょうか。じゃあこちらはパネルシールによってエリアを奪っていくと、エリアを奪っていってサモンブラック、当てていきたいということでございますが、これため打ちサークル感ですね。なるほど、エリアを奪っていくのはなかなかいい判断かもしれないが、お相手さんね、これはね狙い打ちがうまいですね。ということでルーレットの才能があるようです。さあ何も選ばずにターンを返していきます。2ターン目はですね、お相手さんこれおそらく罠代わり身なので、代わり身をクラックシュートで解除しながら、サモンスネークを、2倍で当てていきたいといったことでございます。ということでお相手さん天狗クロスになりましたね。これ2倍で当てることができれば800ダメージだぞということなんですがね、サモンブラック目の前に穴がないと発動できないのでね、結構発動条件厳しいです。しかもそうですね、私の代わり身を解除してからということでね、妥協して発動していきましたねこれね。ということで、400ダメージ、ただこれでもでかいですね。さらにラッシュサポートを発動して、最後のフルカスタムを押させてもらって次のターンでございますということでね、なんとか400ダメージを叩き出しましたということでね、これねお相手さんにとってかなり痛いと思います。なのでもうこれはキラーマンからのダブルビーストで畳みかけていくっていうことを考えてますね。さあキラーマンを当てたい当てたい、露骨なまれのキラーマンということですが、これ読まれてましたねということでね、ダブルビーストで応戦していきますということで大技の応酬ですね。
ということでメテオナックルが当たってしまう。そうですね、キラーマンというカード非常に強力ではあるんですけど、お相手氏のね、大型チップをね、暗転、返しされてしまうと、こっちはたまらずね、それをね解除せざるを得ないといったね弱点がございます。ということでね、大手さんのねさらに変わり身を打ってきましたね。これこちらのね、そうですね、サモンブラックというねチップをねかなり警戒しているのではないでしょうか。ということで2倍で変わり身を発動して次のターンですかね。はい、ということで、そうですね、ここカモンスネーク決めていくか、デスマスネーク決めていきまっかということですが、ちょっとここは待ちですかね。エリア有利は取れているのでゆっくり戦おうぜといったところでございましょう。ということでカモンスネークを2倍で当てていきたいが、そうですね、変わり身がね重くのしかかっていますね。うん、変わり身を解除してからじゃないとサモンブラックうまく使えないということで、解除した2倍を狙っている、がちょっとさあ2倍で打つことはできなかったが、それでもかなりの効果力といったことでお送りさせていただいております。さらに、エレメントマンによって、そうですね、さあお相手さんジャッジマンを発動していきます。そのジャッジマンによってエリアが返されてしまうんですね。これは痛いぞーということで次のターンでございます。ただね、こんなこともあろうかとエリアスチール多めに採用しております。なのでエリアスチールでエリアを奪い返してからカモンスネークでもう決めてやろうと。お相手さんの体力466でございます。これはカモンスネーク2倍で当て切ることができれば倒し切ることができると、そういった決意が現れたターンとなっております。さあということでこれが決まることができるのかということでね、さあそうですね、ため打ちパネルスチールによってさらにエリアを奪っていってカモンスネークのダメージを上げていこうということでございます。さあここで準備はもうできた。さあここだということで発動しました。無数の蛇がお相手さんを襲うということでね、アンダーシャツを貫通して500ほどあった HP 一瞬にして消し去ってきましたということで、対戦ありがとうございました。はい、対戦の方は以上となります。今回はね、サモンブラックとカモンスネークで悪魔と蛇を召喚しながら戦うといったね、構築を紹介させていただきました。そうですね、心バグ2倍で打つことができればサモンブラック威力520で、カモンスネークのね、一発60とね、かなりの効果力ということでね、このフォルダね、十分に強いかなというふうに思いました。フォルダの方はね、こんな感じになっております。そうですね、サモンブラックを4積みと。で、カモンスネーク3積み。で、エリア、まあ、エリアスチールはね、パネスチを採用してるのでちょっと少なめですと。で、デスマ2枚と、あとはボグケチップですかね、を採用しております。はい、改造カードはこんな感じになっております。そうですね、カモンスネークやサモンブラックと相性のいい B クラックが打てるプラネットマンですね。ステガーもね、地味に優秀でございます。あとはサテナ、ナイトメア、そうですね、ナイトメア必須ですね。心バグを発生することができると。で、トトポールを入れたらね、あと何か、隙間に何か入らないかなと思って相性が良かったのがジェライムの B ためパネルスチールですね。これパネルを奪うことによって、状況よりを作ることができる上にですね、カモンスネークのね、弾を増やすこともできるので、非常に相性が良かったです。ということでね、結構ね、これ、改造カードのとしては、まあ、完成形に近いのかな、というふうには思っております。最後に、ナビカスタマイザーですね。そうですね。まあ、ここら辺も、まあ、割とテンプレといってはテンプレなんですけども、カスタムがプラス3で、スーパーアーマー、チャージマックス、アンダーシャツ、バグストッパーで、あとは HP に入れてますね。はい、ということでございます。ここだけの話、かなり強いです。そもそもプラネットマンとジェライムっていう組み合わせが、海賊カードとしてはかなり優秀なので、まあ、これで状況有利を作っていくと、電気応変に対応しながら、効果力の、サモンブラックやカモンスネークを心バグ2倍を狙いながら当てていくといったね、コンセプトでございます。ということでね、チップ主体で戦うので、まあ、クイックゲージとかいいんじゃないかなというふうには思ったんですけど、やっぱりね、心バグ2倍で、当てていくっていうね、ローマンを狙っていった結果、どっちかというとヘビーゲージ寄りの方がやりやすいんじゃないかなと。状況を見て、パネルスチールでエリアを奪っていきながら、穴を開けていって、状況を見てから、2倍の、サモンブラックカモンスネーク当てていくといったね、プレイがね、強いのかなというふうには思っております。1戦目の方はね、修正バスターにも勝利を収めることができましたのでね、かなりポテンシャルの方あるのかなといった風に思っております。これね、結構強いので、ね、皆さんおすすめです。ぜひ使ってみてください。
ということでね、今回の動画は以上となります。今回はちょっとね、ネタデッキというよりはガチ寄りのデッキだったんですけども、もしこの動画がね面白いとか、参考になるって思ってくださった方はぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。あ、コメントもいつもありがとうございます。ということで次回に続く。じゃあね。